ウォルト・ディズニー・カンパニー、ウォルト・ディズニー・スタジオ20世紀、スタジオ・フォックス・スタジオ、オーストラリア・フォックス・スタジオ・オーストラリアとは、オーストラリアのニューサウスウェールズ州シドニーにある20世紀スタジオの所有スタジオで、ウォルト・ディズニー・モーション・ピクチャーズグループに属する。フォックス・スタジオ・オーストラリアは、オーストラリアのシドニーにあるムーアパークエリアに位置する大規模な映画の撮影現場である。スタジオが建てられる前この地域はシドニーショーグラウンドという名称で発表されていた。1998年5月の設立以来、マトリックス、ムーラン・ルージュ、ミッション、インポッシブルに、スター・ウォーズエピソード2、クローンの攻撃、スター・ウォーズエピソード3、シスの復讐、スーパーマン・リターンズなどアメリカの名作映画を制作してきた。シドニーの中心業務地区から約10分ほどで着き、約132,000平方メートルの敷地に建てられた、このスタジオは、8つのステージと制作スタジオ、60種類以上の独立した業務を担当する施設がある。過去フォックススタジオエンターテイメント地区に指定された、スタジオの近隣地域には、レストラン、カフェ、ショップ、スポーツ施設などの余暇のための多くの施設が配置されており、現在では地域の名称がエンターテイメントクォーターに改名されている。2017年12月14日、ウォルト・ディズニー・カンパニーは21世紀、フォックス傘下の20世紀フォックスやテレビ制作部門で、ある20世紀、フォックステレビジョン及び、フォックス21テレビジョンスタジオ、ケーブル放送事業の FX 及び、ナショナルジオグラフィックチャンネルなどを買収することを発表した。2019年3月20日、買収は正式に完了し、最大 4,000 人がリストラされることが決定し、その後リストラされた。フォックススタジオ、バックロットはユニバーサルスタジオハリウッド、ユニバーサルスタジオフロリダ、ディズニーハリウッドスタジオをモデルに開発、設計された。以前は単にフォックス側から、フォックススタジオエンターテインメントプロジェクトとして発表され、1999年11月7日にテーマパークが開園した。パーク内にはレストランやカフェ、複合商業施設、娯楽施設、スポーツ施設などがある。なお、フォックススタジオ、バックロットは2001年に閉園している。フォックススタジオオーストラリアは、ニューサウスウェールズ州政府から21世紀フォックスに99年間賃借する条件で所有権が譲渡された。ありがとうございます。